まずは岡本の豪快な一発、見事でしたねいやねあのすごい集中力で、えー、素晴らしいホームランになりました、はい、記録で言いますと、7年連続20号ということで、阿部監督の記録に並んだということになりますが、この点について、いかがですかいやもう全然、ね、格が違うんで、ねあのー、8年、9年、10年、ねえー、記録伸ばしていってほしいなと思います。はい またその前の7回には19歳の浅野翔吾監督のスタメン企業に答えましたねねそうです、ね、あの代打も考えたんですけどね、えーまあ、こういう場面を、ね、経験させたいっていうのがそっちの方が強かったんで、えーまあ、打ってくれてねチームも助かったなと思います、はい、また今日の先発ピッチャーグリフィンは7回99球監督の目にはどう映りましたか いやあの最初からねあの飛ばしてってんのも分かりましたし、えー、今日にねかけるっていう気持ちもだいぶ出てましたし、えー、素晴らしいピッチングでしたねはい。また今日はキャッチャーの岸田型でも見せましたね。でもあれがねあの勝ちに繋がったんじゃないかなと思いますし、えー、まあ桜のホームランはねあの僕が行けって言って言ったんでねあの。 あそこはもうバッテリーのせいじゃなくて僕のせいなんでねはい。明日の先発は東郷明日に向けても一言お願いしますでとにかく勝ち越せるようにね、えー、また全員で、えー、まあ、カープもね、えー、お互い必死ですけど、えー、いい試合してね勝てるように頑張りますはい。安倍監督でした、はい